西村ゆじとスタジオゆじの話。西村ゆじは都会のささずみで片隅で、未知の世界への入り口を見つけたと言われています。未知の世界とは、私たちが暮らす世界とは別に存在する隠された世界なのです。西村がたどり着いた不思議な国、そこは妖精の国でした。そこで妖精たちと戯れたと言われています。その後、この世界には妖精の国の他にもたくさんの国があることを知りました。西村はこの世界を動物国と名付け、冒険することにしました。冒険家となった西村は旅に出ます。それは長い冒険で、険しい冒険で、そしてどこか少し間抜けな冒険でした。旅をするうちにたくさんの仲間もできました。西村のもとに集まった仲間たちは、いろんなお話をしました。それから動物国も人間界も丸ごと楽しませるための愉快な方法を話し合い、盛り上がりました。これは秘密のアジトが必要です。小倉建設会社の皆さんです。ここに秘密のアジトスタジオユジが完成しました。仲間たちはそこではしゃぎ、志村は彼らのことを絵に描いたり漫画にしたりしました。仲間たちは今日も楽しげな作戦を人間界に披露するために話し合っているようです。おしまい。